ハンディジェット、ハンディジェット、ホンダジェットは、ホンダ技研工業の航空事業会社である、ホンダヤクラフトカンパニーが、研究開発、製造販売をする、小型ビジネスジェット機である。現在北米、欧州、中南米及びアジアで運用中。主翼上面のエンジン配置、オーバーザ、ウィングエンジンマウント形態や自然操流翼型、ナチュラルラマナーフロー、 一体性型複合材状態などのホンダ独自開発技術により、クラス最高水準の最高速度、最大運用高度、上昇性能、燃費性能、静粛性及び室内サイズを実現。エンジンは GE ホンダエアロエンジンが開発、製造した HF120 搭載している。主翼の上にエンジンを搭載した世界的にも珍しいデザインや空気抵抗を低減する。 先進的な空力技術などにより、従来のビジネスジェット機に比べ、燃費性能を約17%、速度を約10%、客室容積を約30%改善。操作性や静粛性などにも優れている。超軽量ジェット機としては、比較的低価格な490万ドルをベースプライスとしている。乗員を含む最大7人乗りで、 全長約13メートル、幅約12メートル、高さは約4.5メートル、最大運用高度は13,106メートル、最大巡航速度は約時速782キロメートルで、航続距離は2,265キロメートル、1,223ナノメートル。カラーバリエーションは、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、シルバーの全5色。二千七年、 平成十九年には、グッドデザイン賞金賞を受賞するなど、デザインの美しさも高評価されている。また、二千十七年、平成二十九年には、米国フライング氏のフライングイノベーションアワードを受賞している。二千十五年、平成二十七年十二月に、連邦航空局、フェデラルアビエーションアドミニストレーション、FAA から、形式証明を取得した後、北アメリカ、 ヨーロッパ、ラテンアメリカ、東南アジア、中国及びインドに販売サービスネットワークを拡大。2017年、平成29年通年の出荷機数は43期であり、同年の軽量小型ビジネスジェット機の出荷量では、セスナの主力機サイテーション M2 の39機を抜いて、世界ナンバー1を達成した。2017年、 平成二十九年八月時点での受注数は百基0月産四期の体制であり、二千十九年、平成三十一年三月期末までに月産七期程度にまで生産能力を拡大させ、納期を短縮させる予定でや、二千十八年、平成三十年ホンダ技研工業の企業 CM の題材となり、ネット上での動画再生回数が公開から一ヶ月で、1、 900万再生回数を突破するなど話題となった。2018年、平成30年、改良版のエリートをラインナップに追加。カラーバリエーションにアイスブルー、アイスブルー、ルビーレッド、ルビーレッド、マナークオレンジ、マナーコリンチを追加。航続距離を約17%、プラス 396km、延長、高周波のエンジンノイズ低減により、 客室内の静粛性をさらに向上。そして、アビオニクスシステムの進化により、離着陸時及び飛行時の安定性や安全性などの面でも、その機能をさらに強化した。同年4月に、FAA、5月に、欧州航空安全機関、ヨーロピアンアビエーション、セーフティーエージェンシー、エアサの形式証明を取得。日本においても5月17日、 国土交通省航空局に形式証明の申請を行い、12月7日取得した。同年7月6日には日本での販売を発表。国内販売代理店は、マルベニの子会社である、マルベニエアロスペースが行う。日本国内では、ビジネスジェットの市場は非常に小さく、そのほとんどが公用機であるが、今後、ホシーが市場を作り拡大を目指すとしている。 12月20日には初号機の引き渡しが行われた。エンジンは、ホンダ社が独自開発した小型のターボファンエンジン HF118 を基本に GE ホンダエアロエンジン社が開発、製造した HF120 を搭載する。大手航空機メーカーのボーイング、エアバス、ボンバルディア、ロッキード・マーティンなどは GE、P&W。W ロールスロイス PLC のジェットエンジンを使用しており、エンジンまで自社製なのは世界的にも珍しい。HF120 エンジンは、ベイスペクトラムエアロノーティカル社が開発中の10隻級のビジネスジェット機である S-40 フリーダムにも採用される予定ある。騒音基準と排気ガスに関する環境基準については、ICAO のチャプター4をクリアする。徒房。 タイムビトインオーバーホール、オーバーホール間隔は5000時間と長めに設定されている。離陸時水力は機体未装着エンジン単体で 9.32kN で、ハンディジェットの機体装着時は 8.36kN となる。この新開発の低燃費、ターボファンの搭載と機体形状の工夫による効力減少によって、ハンディジェットは 従来機に比べ燃費が約40%向上した。エンジンポッドは胴体寄りの主翼上面にパイロンを介して数十センチメートルのクリアランスを取って配置されている。パイロンには後体角が付けられ、後部は内側、胴体側に曲げられた独特の形状となっている。アビオニクスにはガーミンのをベースにした専用システムが採用された。 3台の14インチ高解像度ディスプレイと2台のタッチスクリーンコントローラーを備えたグラスコックピットにより、パイロットが必要な情報を明確に表示し、あらゆる操作を容易に行うことができるよう配慮されている。通常は2名運行であるが、オートパイロットを搭載しており、オーナーによるシングルパイロットも可能である。エリートにはさらに飛行計画の自動作成に対応した。 フライトマネジメントシステムやセンサーからの情報を統合し最適な離着陸距離を指示するなど運行を補助する機能が追加される。また、オプションとして飛行時の安全性を強化するシステムが用意される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。